2月のある晴れた午後、最高速チャレンジに人生をかけるあの男が今回の抱負を V オプトに語る。自分の目指す記録は、満足する記録は400キロ。車壊れなきゃいいね。つまんないトラブルは飛ばしたくない。この男の暴走人生をここでおさらい。最高速の殿堂矢田部、日本のトップチューナーの中に永田の姿もあった。当時から得意なマシンはスープラ、 RB26 搭載で900馬力使用。そして矢田部のドライバーといえば暴走機関車稲田大二郎。当時 FR で0300キロ最速の24秒70を記録した。とここまでは表向きの永田和彦の顔。そしてここからが本当の永田和彦である。千葉君なんて知らないもん。いつもバンダーとこ、いつものなんとかこうってダサいの。全くそこだろうが料金所前だろうが関係ない。いつでもどこでも全開走行前には煙もくもくバンナウト。そこからついた通り名がスモーキー永田。こいつはどこか切れてる。もちろん走りも超ド級。まるで周りの車が止まっているようだ。見た目はチンチクリンのスモーキー。やってることが派手だからかギャルにはモテるらしい。さすがスモーキー専属ギャル。ブーストいじってます。それでは小さなことから始めてみたいと思います。そんなスモーキー、日本の公道では飽き足らず海を渡りイギリスへとやってきた。そしてもちろんやっちゃいました、夜の公道最高速。いつものバーンアウトゴーからアクセルベタ踏み状態。こいつはすげえ速いぞ。知ってるとは思いますが、周りの車も100キロ以上で走ってます。イギリスでの最高速を大満足で終えたスモーキー。しかし後から追いかけるは英国式オフィシャルカー。結果スモーキーは牢屋へぶち込まれたのでした。後日イギリスの新聞各社はこの大胆不敵な犯行を一斉に報道。この前代未聞の最高速アタックはイギリスのオプション的存在マックスパワーでも大々的に披露された。しかしこの暴走チンチクリン、写真で見るとめっちゃ悪そう。早く暴走しに行こう。オッケー。この男は度胸がいいのか、それとも単なるバカなのか。続いて海外遠征第2弾はニュージーランド。イギリスでの大暴走が海を渡りここまで響いたか。スモーキー大人気。そして夜のメインイベント公道最高速テスト。雨が降る超ウェット路面の中、もうもうと覇権を立ち上げた後はフル加速。ウェットじゃなきゃもっと上まで狙えてた後はスモーキー。しかしまたもや現地オフィシャルカーに気づかれ、あえなく御用となったのでした。スモーキーこれ何ところだ。これ3号 GTR の発売が待ちきれなかったか。 V8 エンジン搭載リアトランスアクスルの自称 V3 号 GTR で湾岸のライバル千葉くんと共にドイツへ潜入。速度無制限アウトバーンにて稲田大二郎の記録343キロを抜く勢いでフル加速。ここでは違法行為にならないためオフィシャルのご厄介は免れたが、助手席に乗る千葉くんの顔が真っ青になったことは言うまでもない。もう喉カラカラだった。久々にでも天さんの横よりか怖くなかった。そしてそのスモーキーが新たなマシンを製作。80スープラに V12 気筒エンジンを搭載したという。自信満々でオートサロンに臨んだ結果、なんとなんと最優秀賞を獲得。このことがよほど嬉しかったのか。じゃあエンジンフード開けてエンジンルーム見せてください。はい、カットカットカットなんでこういうの置くんですか、ね、あとバッテリーと、はい、ここにちょっと待って、ね、カットカット。それでこういうの撮ったんですよ。こういうのカットカットカット。こういうの V オプトも呆れるほどのしつこい自慢ぶれ。このマシンを語る上で欠かせないのが千葉くん。
GTR 30 NA ってこと？そう、NA。 何気筒？6気筒。いや今は6気筒とかそういう時代じゃないでしょう。やっぱり千葉君の車？そう、つなぎだけどね、 GTR の間。うん、フェラーリじゃん、だって。そうだよ、ほら。どう？悔しいね。いい音すんね。イタリアンサウンドで、イタリアンサウンド。実は V12 スープラは千葉くんのフェラーリに触発されたらしい。あー、時はエンジンは。なんかライバルのマシンとかいるの？たった一人、あいつだけには負けたくない、千葉くん。V12 フェラーリは買えないから自分で作っちゃん。850馬力、トルク90キロのこのマシン、本当の意味で化け物。テストコースを猛加速で駆け抜ける。その加速感にはライバル千葉くんも脱帽状態。そんなスモーキーのお店がトップシークレット。湾岸仕様のスープラ Z はもちろんお手の物。旧車のレストアも難なくこなす。スーパーカーポルシェだってスモーキーにかかればこの通り。さらには D1 マシンなどのレースマシンも作れる。要するにこの方、ただの暴走親父じゃないのだ。僕はこの車でイタリアのナルドに行きます、やっぱ車は V12 がいいですね。それでは一丁行ってみよっかってなことで、最高速の聖地イタリアナルドへの道が開かれたのであった。場所は戻って大井ふと。あら、スモーキー、何か落としたの？何やら嫌な予感。さっきこんなこと言ってたよね。ジャナモルだ。つまんないトラブルは飛べ、飛べたくないね。ここで V オプトにはとっても気になることがあった。あの、今日船積みの日なんですけど、 笑い映えじゃないかな、ごめん。必死に状況を確かめるスモーキー。しかし2時間後の船積みのため、とりあえず現場に向かうことに。これで定員まで、定員まで。さあ、あとは車積んで。さあ、なんでそんなことするの？やめられないんですね。大したトラブルではないことが判明し、スタッフもスモーキーも一安心。しかし現場に着いてからじゃ時間がもったいない。そこで V オプトは、じゃあスモーキー中に突っ込んじゃいますか。おまるは置いてありますね、中に。はい、はい、君だけは信じてたのに。閉めちゃう。マシンもドライバーも船積み完了。変だわスモーキー2008春イタリアナルド全編。今回我々 V オプトの向かった先はヨーロッパ、イタリア。長靴でいうとかかとの部分にあるナルドという田舎町。開放的な雰囲気漂うイタリアの空気にザクもすっかりいい調子。いいね、タコね。あー、いいやすいやすいや、スポンスポン。あー、ごめん。なんだよ。スポリマンジーマンジーセボン。はい、うん、アルカブベチカドーレラパーティラ。チラチラ。危うく現地のじいさまたちにお茶をごちそうになるところだったザクを捕まえ、 V オプト一行は目的地ナルドテストコースを目指す。その道中我々はコンテナにいるはずのあの男と遭遇。なぜという疑問はよそに、とりあえずインタビューすることに。あのナルドって何ですか？ナルドっていうところにね、世界一のすごいコースがあるんですよ。どういうふうに、どういうふうにすごいの？すごい大きいコース、車のテストコース。何しに来たの？最高速で。また？もちろん。それではスモーキーに代わりナルドについてご紹介。1975年にフィアット車のテストコースとして完成。現在は民間のプロトティーポ社が買い取り運営している。場内にはフェラーリ、アルファロメオ、ルノーなど名だたる自動車メーカーのピットが軒を並べ、ヨーロッパ屈指のテストコースとしてオフロード、騒音、排ガス試験などを繰り返している。試験施設では各メーカー新型車のテストが行われており、
未だ世に出ていない車が場内のあちらこちらで見かけられる。今回我々が使用するリングトラックは1975年の開業時から運用され、およそ30年余りにわたり数々の最高速チャレンジを生んできた、いわば最高速の聖地。一周 12.6 キロ、コース幅は24メートル、関東12度、設定最高速は492キロという最高速野郎には夢のようなコースである。日本産暴走チェーンチクリンの挑戦をナルドの代表はどのように思っているのか。Io sono stato molto contento che anche una rivista giapponese si è interessata a effettuare una prova sul nostro proving ground, ed è una delle mie intenzioni è quella di esportare questo sito sempre di più anche in paesi extraeuropei. E il Giappone è uno dei paesi che mi interessa tantissimo perché è il più grande, forse il più grande car maker del mondo. いよいよ最高速の聖地へスモーキー突入。先ほどの説明の通り、場内は企業秘密でいっぱい。それだけに監視の目も厳しい。そこへ手に何やら持って現れたスモーキー。すげえな。あ、すいません、こういうもんですけど。意味わかってるのかな。大丈夫大丈夫。スモーキーにとってこのお盆はバンコク共通らしい。入ってもいいの？走る。じゃあ、OK。どうしてどうして？OK。OK。過去の偉大なる最高速記録を前に、改めて抱負を語るスモーキー。ついにナルド来ちゃった。で、この深淵コースで一番速いのが403キロ。で、次はだいたい350キロぐらい。なんとか403キロ出したいな。1ヶ月間の長旅を終えた V12 スープラがナルドへ到着。スモーキーと感動の対面を果たす。やっと来ましたね。やっと来たよ。うわー、硬いよこれ。来た。おお。来た来た。やった。やった来た来た。フェラーリ、ランボルギーニなど世界のそうそうたる自動車メーカーが並ぶピットの一角にチューニングマシン V12 スープラが入る。これ何の照明ですか？これはナルドパスっていうパスみたいなもんですね。これ暴走族じゃないでしょ？暴走…そこ来るか。暴走族じゃないっていう証拠。グラッチェ。ラーメンってなこれ。簡単には手の届かない位置の修理作業。その傍らには監視係の姿が。ここにか。No. No. It's okay. Okay. 徹底した秘密主義のため、場内の撮影は厳禁。ようやく作業も終盤。チャレンジ前のトラブルでよかったと胸を撫でるスモーキーにザクが一言。長さん、なんでそんなとこ直してるんですか？刺さりが甘かったんじゃねえか。最高の場所へ最高のマシンで挑むスモーキー渾身の1台、トップシークレット V12 スープラ。エンジンはセンチュリーの5リッター、 GT2835 ツインにブースト 1.3 をかけ850馬力を発生。今回のチャレンジに合わせマシンデザインを一新。デカデカとマシンに記されたナルド400のロゴ、これはやはりあのお盆を意識しているのか。しかしスモーキー曰く、ナルドの高速周回路をイメージしたらしい。さらにもう一点、スモーキーの本気具合を伺わせるのがノス。ノス噴射時マックスパワーは100馬力アップ。ステアリングにノススイッチがついている。タイヤは200キロ以上で走ることを前提に開発されたポテンザ RE050 をチョイス。およそ1ヶ月ぶりの火入れも問題なし。自然と顔がほころぶ。マシンは準備 OK。 あら、何やったんなう。ワンガンが走るときそれ着る？いつも、え、いつも着てるよ。ワンガンで嘘つけ。本番日前日、セッティングを兼ねたコースの下見へ。うわ、
一周 12.6 キロの深淵コースは伊達じゃない。延々とまっすぐの状態で一周できてしまう。関東12度もそれほど気にならない。240しか今日は出せないんですけども、ハンドルをまっすぐのまま、自分が走ってる車線だけ見てれば、あとメーターも見る余裕もあるし、すごく走りやすくて、こんないいコースはないです。面白いです。いいです。いけますよ。さあ準備は整った。スモーキーのナルド挑戦、オンボードフルプレイで後編は次号収録。